ギオルゴス・ギアクマキスは、ギリシャ・ヘラクリオン出身のサッカー選手。セルティック FC 所属。ポジションは FW。ギリシャ代表。ヘレニズム系ジプシーの祖先を持つ、ギアクマキスは、PO ・アタレニオスでキャリアをスタートさせた。2012年に FC ・プラタニアスと契約し、クサンティ・ FC との3から2で勝利した試合デビューを果たした。2014年1月には、 シーズン終了までのローンでエピスコピエ FC と契約し通算11試合に出場して2ゴールを記録した。プラタニアスに戻り2014から15シーズンから出場機会を挙げ2015年4月26日にはホームでのパネトーリコス戦で2から0と勝利しスーパーリーグ初ゴールを記録した。二千十六年十二月十三日エクアテネ FC と FC プラタニアスは ギアクマキスの遺跡で両者合意した。当時22歳だったギアクマキスはギリシャ国内でもトップレベルの才能を持つ選手として注目された。そして2017年6月26日、マヌエル・ヒメネス率いるエクアテネに4年契約で完全遺跡を果たした。怪我により出場こそは叶なわなかったが UEFA ヨーロッパリーグの AC ミランでは エクアテネのサポーターが彼のちゃんとを披露した。2017年12月20日、ギリシャカップのパネトリコス FC 戦で移籍後公式戦初ゴールを挙げ、2月4日のリーグ最大のライバルであるオリンピアコス FC 戦では後半アディショナルタイムに1から1からの決勝点を挙げた。2020年8月11日、エールリビジの BBB、フェンドーに2年契約で移籍した。 2020から21シーズン、VV フェンローはリーグ再開で降格したものの、自身は PK8 ゴールを含む26ゴールを挙げて、エールディビジ特典王に輝いた。2021年8月31日、5年契約で、セルティック FC に移籍。ありがとうございます。